どういうこと <laughs> <laughs> 何なんだ開けたら。はい、皆さん、こんにちは。トッツです。本日は、チェンソーマン。えー、こちらていきたいと思います。よろしくお願いします。<music> えー、これも今回で一期の方が終了ということで、果たしてどんなラストを迎えるのか、もう今から注目、楽しみなんですけども、えー、前回はね、アキくんが、あの、ヘビの悪魔を使う女とね、戦っています。で、その中で、まあ、結構アキくんピンチっぽかったんだけど、あの、ヘビの悪魔がね、 鼻血みたいなの出しててさ、あれもまたマキ間マさんの力なんじゃないかなって思うんだよね。だからなんとかあの窮地っていうのは乗り越えられるのかなと思うんだけど、まあ、ただ彼は前回ね、その未来の悪魔っていうのと契約した時にさ、その最悪の死に方をするみたいなことを言われてるわけじゃん。それがまた一体どんなものなのか。なんか教えてやろうかみたいなことを言ってて、あれ聞けばさ、未来って変わるのかね右目に入って少し未来が見える力があるって言っててさ、その少し先を見ればね、まあ、それで対策 立てらられるんだとしたらそれこそ聞いておけばね、まあ、2年後に死ぬのは、まあ、どうやっても避けられないのかもしれないけどその最悪の死に方っていうのだけはさ回避できるんじゃないのって今思ったんだよ。 けどそこら辺はんとにかく、アキくんもパワーアップして、で、ヨ課に関してもね、まあ、すごい新しい悪魔なり魔人なり出てきてさ、ま、そう戦闘力的なものはね、すごいズバ抜けたチームみたいになってるんですが、前回、デンジくん、パワーちゃんに関してはね、その修行の成果っていうのがまだ出てきてないので、彼ら二人の活躍についてもちょっと期待しながらね、えー、今回見ていきたいなと思います。はい、というわけでね、えー、皆様も録画したもの、もしくはビデオンドマンド使って一緒にお楽しみください。簡単な おなさましオンスタートです。さあ、来ましたいきなりかい <laughs> いきなりお前かいやーで、アキくんやばいえ、どうなる誰か来ないかえいや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 あ、ひめラ先輩。おお。 これ、うん。あ,あ、吸わない。あ、秋くんしてんだ。かわいい。<laughs> 姫野先輩。いや、いなくなっちゃったの、寂しいぜ。うん、いや、一本だけのつもりが。いや、こっからね、めっちゃハマっちゃうんだろうな。うん。ああ、見せえ ああ,ああ、知らなかったんだね。あ,あそこら辺はちゃんとあれが、良識があるんだな。うん。うん。預かる。うん。え何かに寄りかかりあ、ああ、思い出したあれなのかなあ えあ、やったのかあの状況。だからしたんだ、自分で。あ、汗か。え、なんで動かないの、こいつ。襲いかかってこないというか。え何どういうことえあ中にあれか なんか、タバコでも握ってんじゃないのい <laughs> や、え姫の先輩の意思的なものそういうことだからさっきのタバコだ言ってた。きっと。んあああイージーリベンジわあ背中支えてくれるよ姫先輩 <laughs> いやー、で、動かないのはあれなのかもう襲う気がないのかうーん、でうん。きょあーじゃあ、恐怖心がないんだ。もう。えああー、解放してあげるみたいな感じかな、あいつから。いやー、もうちょっと可愛かったらな <laughs> ああ、切なそう。ああ、だからこれで本当にお別れだよ。わあ。いや行ったら喜ぶかね、ひもロ先輩も。まあ、とりあえずこれはやっつけたけど。まだヘビが使えるからね。状況はそんなあれだよね。良くなってないよね。 わあ、第二ラウンド。なんか表情が、晴れ晴れしてるというか、アキくん。ああ、やっとあれなのかな。まあちょっと踏ん切りついたというか。いやー姫野さん、アキくんの中で結構大きい存在じゃん嬉しいだろうな、姫野先輩。いや、そして牧マキマお前 <laughs> お前は何なんだよ。あの先生んとこの会話での。もう敵なの味方なのっていう。もうどっちかでと俺はやっぱ裏切り者というか敵なのかなとか思ってるけどね。まあただ彼女内のなんかそうせざるを得ない事情とかもあるのかもしれないけど。まあ、もしくは、もう敵の懐に忍び込んでくらいのことを考える人なのか。 なんかそのうち、仲間同士というかね、マキマさんとやることも出てきそうな気すんな。しかもこのアニメのことだから、なんか容赦なくさ、こっちの人もやられちゃうとか、ないかな。いや、で、デンジの心臓はなんで狙われてんだろうね。あとあの、前回のあの、銃をさ、2万円で配ったりとか。 銃の悪魔が一体何を考えてるのかってとこよ。いやで、アキくんはな最悪の死に方って。うん <laughs> ちょっと慣れてきたけど、さすがに。あー、来るぞ。うん。えあ、誰かいる。えコベリカ あ、コメにだわ、すげえ。<laughs> 後ろ取ってるよ。いや、この子何な,なの身体能力だけなのかなんかやってんのかなああ、じゃあもうこれで力使えないのかうーん、ねやめたがってたのに。へ <laughs> ボーナス。<laughs> いや、あなたもやっぱぶっ飛んでるって。 なんだかんだここにいるわけで。あ<っ>二人。え <laughs> 何してんのパワーちゃん。え <laughs> 食べんのマキ君のご飯食べなよ。<laughs> いや、血を補給してんのかねあ、肉としていや、さすが魔人というか、まあ。パワーちゃんは魔人じゃなくて悪魔だっけ うん。捕獲なのか。あ、めっちゃいるゾンビ。<laughs> いや、まずはここら辺倒して先進まないとなのか。うん。うわいや、出しそう <laughs> もう、バカ大バカ者パワー 何してくれてんのよ。あ、これ、もしか、あ <laughs> やっぱり <laughs>、ついてかないのね。いや、後ろいないから気をつけてね。うーん、いや、けど前回は逃げたけどね。おー、でっかいのいる。うん。<laughs> いないって。言い伝えないって。もう、自分で言え、それは。おー、すごい。<laughs> いやだからやりやすい相手だとなああんだけちょっとやる気満々というかいや電磁くんもらしいね置いてっちゃうなんて <laughs> あんああかっこいいななんかいつでもおおいるーああえ話すの えちょっと、表紙抜け。うん。え投稿怒りを収めたい。うん。うん。償い。うん。え いや、嘘じゃないんだけどなぁ、それ。うん。うん。いや、そこら辺はもうね、早い、早いなぁ。<laughs> ぶっ飛んでますから。あーあうん、いじられたの、あの人に。うん。 うーん。まともなんだね。あなたはうん。いやいやいや。この人こそがあれだよ。きっと自分の悪魔をやっつけられる貴重な存在だから。<laughs> だよね。<laughs> だと思った。うん、うん。始まるんだね。 えああ外出んのあれ ?13 回とかじゃなかった大丈夫これ二人とも。こんなところから。うん。いや、まあけど修行の成果が良いよ。いや、頑張る、デンジ。いや、いやこの相手もかっこいいよね。うん。いや、いけいけいけ。いけ あ、<laughs> すごい <laughs>。いやーちょっと防戦かうん。押されてるね。いや、頑張れ、頑張れ。うん、当たらねえ。いや、すげえ、両力。うん、やべーえ。え蹴ったうん。あ<ー>うわ、うわ、どんだけ、ええー。電車の上に来るのか、あいつも だよう,わうん。まあなんせね、あの先生とやってたわけで。ああ。うん。いやいやいや、普通だよ。ごく普通。けどそれが今までなかったから。<laughs> ああ。 三、うん、人での暮らしがね。うん、確かに。えう、ー、ん。うん、いけいけうわぁ、すごいな。アングルがやっぱり。やば。いやーけどやっぱ押されるねー。 一人じゃまだ辛いかなぁ。あれああ、上 <laughs> 中までうん。あ<ー>いやえいアナウンス早っうん。あ<ー>あうわわわわその隙を逃さずうん。 いやいやいやちょっと人が。えああ巻き込まれちゃうんじゃないうわ吹っ飛んだ腕。ああ、けどこの人まあ無事でよかったな。んー、つええわ。え <laughs> ちょっと待ったみたいな。<laughs> やべえ また切られたのかえぇ、ー、ちょっと修行しても勝てないパターンを。うん。うん。いや、こだわるね、じいちゃん。まあ、そのためにこうなったんだろうしな。えぇ、ー それでやるのええー、けど、三刀流体、ねいける切ったんああ、切れてないか。わあいや、もう。 うん。いや、切ってんのかなうん。え何ああ<ー> <laughs> いつの間にやばいああ。あは<あー> <laughs> ええー、あ、やっつけたってことえ、けど真っ二つだけど大丈夫なんこれ。捕獲じゃなかったこれでも生きてんのあんなでもマジならあり得るか。いや、勝ったね。展 <laughs> 示一人で。あ、えあああ、すげえわ。めちゃタフ。 捕獲完了だ。うん。あ、お互いに裸なの。うん。ああ。そこがなんかトリガー的なこれと一緒で。 うん。うん。ああ、少なからずあれか。えボコボコにでもすんのうん。わ、うん、え、何するつもりいやー、デンジ君ならやりかねないんじゃない。い この子も。え大会何 <laughs> どういう流れこれ。あ、あ、大きくん。うん、いいとこ。うん。うん。ああ、大会はなしあーやるのああ、それが来るまでの間、なんかする気だぞ、これ。 弾を撃たれる。あ弾うん。はあ <laughs> やっぱり <laughs> ええへへ。やばー。ええぐい。ああ、聞くんはけど、乗り気じゃないの。いや、やるんじゃないうん。 あーあ、アキくん。うーん、立派。あ、さっきのね。吸うのかないや、むしろなんかやる気になっちゃうのかなこれ見て。ああ、吸わないね。 ってことはやるうん。<laughs> やっぱりやるのね。アキくん。えそんなのいらないけど <laughs>。<laughs> やば,<ー> <laughs> やば。やばーい。で、他はもうあれなのかなあー、終わったのか。 まあ、あんだけ戦力揃ってたら、そりゃ終わるよね。いやー、で、小紅ちゃんがここにいるってことは、やっぱあの人は何受け渡しというか捕獲されちゃったってこといや、天使。いや、この子もなうわーやってる <laughs> いや、なんかすごい楽しそう、天使ん <laughs> いや、聞こえるこれ。<laughs> いや、そしてすごい音してるけど。<laughs> いや、すごい、なんかたまらないレクエムだね。<laughs> 金玉からの。<laughs> うん、あ、終わっちゃう。あ,あ民間のデビルハンター。うん えあの子がうんなんでおうんそれえああー <laughs> マジかよ。あー、口封じ的な。うん。 1.4キロ。おうん。あ <laughs> すげえお <laughs> ちょっと行ってよどこどこなのこれ日本だけが舞台じゃないのかなどうなんだろうアメリカとかソ連とかね。 そこら辺が出てくるのかなえこれは三人で何いや、<laughs> かわいいパワーちゃんかわいいわ <laughs>、うん。こういうの食べてなさいよ。あんな腕ばっか食べてないで。うん。あなたもまんざらじゃないんだね。この三人での生活。ああ、幸せそうでよかった、展示が。 おおえー、豪華じゃねいやー、ごちそうじゃん祭りだ、祭りいや、餃子、飯テロやめてくれ腹ペコなんだよあ、ちょっとなんか距離感あれなんじゃないかな縮まったんじゃないんなことないかいみんな楽しそう。うん。いやー、充実してんね。 ああ。いや <laughs> 食べたら寝る <laughs>。欲求に素直だね。んなんだうん。あ、聞く。ああタバコ吸ってないもんね、まだ。 ああ、そういうことじゃないすんじゃないかないや、秋くんのあれかなそれで終わるのかな今回。ああ、あれだうん。いや、なんか吸っちゃうのもあれだけどね。まあ、吸うよね。 いやどうだろううんいろいろ噛みしめながらって感じかなわあなんかタバコおしゃれに見えちゃうね今,今と逆行して <laughs> 時代の流れとああ消えてく まあなんかお線香代わりみたいだわ。姫のジャパンに対する。ああ、わっちゃうこれで。いやー次のエピソードって出てるもん。変な映画が <laughs>。二人はもう寝ちゃってるね。なんかある。 夢かななんだなんだうん、うんで最後にやるくらいだからこれなんかあんじゃないの なんだこの扉は。うん。うん。いつも忘れる夢。うんポツタうん。うん。うーん。うん。え何 <laughs> どういうこと <laughs> 何なんだ開けたら。え、そしたらだ続くの今度はえ、今のどういうことよなんだ、なんだ。誰だうん。え、これ誰の声だ <え> <laughs> 何今の田舎のネズミと都会のネズミがどっちがいいいや田舎じゃないいや普通にね普通に質問に答えるとしたらえな何か新しい新章に始まるための布石というか伏線なのかな今のかなそしてさっきのポチタのあれんだろうねあれ開けたらなんか第二形態とかそんなん待ってたりすんのか 寝て,てあの沢渡りってやつは電磁の心臓を狙ってたっててたことそしていよいよその銃の悪魔の居場所みたいなのさあれ結局どこだったの国内なの国外なのっていうはいというわけでね今回「チェンソーマン」こちらをね初めて見させていただいたんですが。 いや、この作品はマジで、ま、どぎもに抜かれる展開っていうかね、予想してない展開がいっぱい来て、めっちゃ面白かった。なんかあんま型にはまらないっていうかね、ストーリーが。主人公は主人公でまたね、他にもいないような感じで魅力的だしさ。で、笑いもたくさん溢れてるじゃんセクシーな部分も、まあ、めっちゃ目を引くし、まあ、もちろんその物語だけじゃなくね、この作ってくれたさ、その制作会社の力とか、まあ、声優さんの演技力も相まってなんだけど、 今期見てた作品の中ではほんとトップ3に入るね、作品だったなと思います。また次がね、いつやるのかって発表がもうされてんのかどうかわかんないんだけどね、2期が来たらね、必ずリアクションしたいと思うんで、ぜひこのチャンネルを思い出してね、それが始まったらこれを見てる皆さんはね、ぜひまた遊びに来てください。はい、というわけでね、間もなくもう2022年も終わってしまいます。2023年になったらね、また冬アニメも新しく色々始まるんで、ぜひまたね、そこで新しく気になった作品とかでリアクションしてるかな っっってて思うもののがあたたらねまたこのチャンネルちょっと遊びに来てくださいそしてぜひぜひねまた別の作品も一緒に楽しんでもらえたら嬉しいですそれでは最後にこの作品に対する皆さんの感想だったり僕の役者に対するコメントお待ちしております以上動画を2つご送りしましたバイバイ